こんにちは、エルです。今日は1型糖尿病を診断してみます。復習です。糖尿病はインスリンの作用不足による慢性の高血糖の病気です。合併症としては微小血管障害、具体的には神経障害、網膜症、腎症。大血管障害としては、具体的には心筋梗塞、脳梗塞、末梢動脈疾患、その他胃感染状態、悪性腫瘍、歯周病、骨折、認知機能障害などがあります。治療の目標は合併症の発症を防ぎ、健常者と変わらない寿命を全うできるようにすることです。診断は、基本は1ヶ月以内に血糖値基準プラスヘモグロビン A1C 基準、あるいは症状基準の確認です。血糖値基準としては、空腹時血糖値126以上、あるいは随時血糖値200以上、あるいは 75g OGTT 二時間値200以上。ヘモグロビン A1C 基準はヘモグロビン A1C6.5 以上。症状基準は糖尿病の症状、具体的には高血糖、多尿、体重減少がある、あるいは糖尿病網膜症がある。診断基準を片方しか満たさない場合は、3から6ヶ月空けて血糖値とヘモグロビン A1C を再検することが推奨されます。まとめると、糖尿病の診断では血液検査で血糖値とヘモグロビン A1C を提出します。問診では糖尿病の症状を確認します。糖尿病の種類は、1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、その他に分かれます。1型糖尿病は発症様式で急性発症、甘助進行、劇症に分類されます。急性発症1型糖尿病の必須項目としては、高血糖症状出現後約3ヶ月以内にケトーシス、あるいはケトアシドーシスを認め、診断早期にインスリン治療が必要となります。加えて、自己抗体のいずれかが陽性、または空腹時血清 CPR が0.6未満のいずれかが必要です。急性進行1型糖尿病の必須項目としては、発症時にケトーシスおよびケトアシドーシスはなく、すぐにはインスリン治療は必要となりませんが、自己抗体のいずれかが経過中に陽性になる必要があります。劇症1型糖尿病の必須項目としては、高血糖症状出現後約1週間以内にケトーシス、あるいはケトアシドーシスを認めます。初診時の随時血糖値288以上、かつヘモグロビン A1C8.7 未満です。尿中 CPR1 日あたり10マイクログラム未満、または空腹時血清 CPR0.3 未満で、かつグルカゴン負荷後血清 CPR0.5 未満、あるいは食後2時間血清 CPR0.5 未満となります。参考所見としては、インスリン治療は必須で、自己抗体は原則陰性であることが重要です。確認です。50歳女性、健康診断で空腹時血糖値180、ヘモグロビン A1C7.0% を指摘されました。1ヶ月ほど前から高血糖、多尿を自覚しています。診断は糖尿病です。尿検査を行ったところ、尿ケトン体が陽性でした。急性発症1型糖尿病の可能性について調べるために、ギャット抗体を提出しました。結果は陽性でした。診断は急性発症1型糖尿病です。急性発症1型糖尿病が疑われる症例で、今回はギャット抗体陽性の例を取り上げましたが、ギャット抗体陰性の場合には IAA と IA2 の提出が現実的でしょうか。
いずれかが陽性で診断確定となります。なお、2018年4月から GAD 抗体陰性の場合に IA2 抗体が保険適用となっていますので、保険診療で診断することができます。これらが陰性なら保険適用外の他の抗体検査まで行うかどうかですが、実際はどうでしょうか。次です。50歳女性、健康診断で空腹時血糖値150、ヘモグロビン A1C 7.0% を指摘されました。糖尿病の症状の自覚はありません。診断は糖尿病です。血液検査と尿検査では血糖質やケトアシドーシスは認めませんでした。冠状進行1型糖尿病の可能性について調べるために、GAD 抗体を提出したところ陰性でした。診断は、現時点では2型糖尿病と考えられます。おそらく普通の2型糖尿病である可能性が高い症例ですが、どんなに普通であっても自己抗体が陽性であれば、冠状進行1型糖尿病の診断となるため、 GAD 抗体の測定が必須と思われます。GAD 抗体陰性の場合、ICA は保険適用外検査で急性発症1型糖尿病の診断基準に含まれる IA2 抗体、IAA-ZNT8 抗体は冠状進行1型糖尿病の診断基準に含まれていないことに注意が必要です。日常の保険診療においては、 GAD 抗体陰性ならとりあえずは2型糖尿病として対応するのが現実的なところでしょうか。次回に続きます。